平成29年11月19日神戸王子スタジアムにて X リーグディビジョン3ウエスト B ブロック最終戦になります。加古川大綱対大阪府警シリーズの一戦が行われます。試合開始15時50分キックオフ予定です。ただいまから試合開始前のコイントスを行います。手前側紺色のユニフォームが、加古川大綱です。奥側ホワイトのユニフォームが大阪府警シールズです。加古川キックオフ、大阪府警リターンで試合が始まります。パンタ1番か6番ランニングバック4番ハンドオフから左オフタックル付近に突こうとしましたが、これは1ヤードロス。QB サッククォーターバック11番プレイアクションから再びパスを投じようとしましたが、これは過去は77番キュービサック。ナイスゲイン。過去は王座スパースダウン。パス成功。フィールドゴールレンジ26ヤードキック成功。カクワザナス3点獲得。カクワザナス3点、大阪府警シールズ0点。前半終了です。前半終わりまして、カクワザナス3点、大阪府警シールズ0点、加古川は3点リードで後半に入ります。QB サック、クォーターバック10番、プレイアクションからのパスを投じようとしましたが、これは加古川ディフェンスがプレッシャーし QB サック。ランニングバック43番ハンドオフから左オフタックル付近を抜け約8ヤードドゲイン。しかしここでボールをファンブル。そのファンブルしたボールを抑えたのは大阪府警。ここで攻守交代です。ターンオーバー。ランニングバック4番ドロープレーによるゲインを狙いましたが、これは加古川がアジャストしむしろロス。ロンゲイン。確保はファーストダウン。確保は中央突破に突破を図ろうとしましたが、このプレーは届かず。
ナミドラ君番ピッチプレーから左オープン駆け上がりファーストダウン。QB サック。クォーターバック11番ドロップバックからパスを投じようとしましたが、これはカコアオズナスが QB サック。インターセプト。カコアオズナス6番ランニングバック43番再びハンドオフから右オフタックル付近を駆け上がりファーストダウン。ランニングバック43番再びボールを持ち三度ボールを持ち右オフタックル付近を駆け上がりファーストダウン。タッチダウン。加工は29番、ハンドオフから右をフタックル付近を駆け上がりエンドゾーンタッチダウン。キッカー28番、キック成功1点追加。加工はオーザンス10点、大阪府警0点。パス不成功。ランニングアップ4番スイープピッチを受けてからパススペシャルプレーでした。しかしこのパスは届かず不成功です。ランニングバック43番大きく突進してゴール前に迫りましたが、ここで試合時間がなくなりました。試合終了です。加古川オーズナス10点、大阪府警シリーズ0点、加古川オーズナスの勝利です。フットボールここで帰ってきたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。